サッコ・バンゼッティ事件は、1920年に、アメリカ合衆国のマサチューセッツ州で発生した、強盗殺人事件。1920年4月15日に、アメリカのマサチューセッツ州で、強盗殺人事件が発生した。その後、イタリア移民で、アナーキストのサッコとバンゼッティ2名が逮捕され、その後の裁判で、死刑宣告されたが、当初から偏見による冤罪との疑惑があり、 アメリカ国内のみならずイタリアをはじめとするヨーロッパなど各地でデモが行われるほどの大きな問題となった。しかし1927年に死刑執行された。後に調査を行った行政側は1977年に冤罪であったと認定したが司法側は冤罪を認めていない。事件はアメリカ合衆国の歴史上の汚点とも呼ばれている。 1919年に1件目の強盗事件。聖火工場の現金輸送車が襲撃されたが失敗に終わっている。翌年の1920年4月15日に2件目の強盗事件が発生。マサチューセッツ州ブレインツリー市で別の聖火工場が5人組のギャングに襲撃され、会計部長とその後映画射殺されたほか、1万6千ドルが強奪された。 翌月の5月5日、この強盗殺人事件の容疑者として、共に、アナーキストのイタリア移民の性格校、ニコラ・サッコと魚業商人、バルトロメオ・バンゼッティが逮捕された。サッコとバンゼッティの再審を求めるデモ1921年7月14日、マサチューセッツ州ボストン郊外のデッダム裁判所は、この容疑者2名に死刑判決を下した。有罪判決から3ヶ月後、 公正さに欠ける真理に抗議する動きがボストンにとどまらず、ニューヨークをはじめ暴動がアメリカ国内各地で起きた。さらに、共産主義者やアナーキストがイエロージャーナリズムを使い巻き起こした暴動はヨーロッパや南アメリカをはじめ各地で起こった。そのため死刑は確定していたものの執行は長く延期となっていた。しかし、弁護側の裁判やり直しの申し立てはことごとく。 却下され、マサチューセッツ州知事も特赦を拒否した。1927年4月9日、州知事は特別委員会を設置したが、国際的な除名単案を帰却。委員会は判決を支持し死刑判決が再度確定した。8月23日、マサチューセッツ州ボストン郊外の刑務所で0時19分に、サッコが、続いて0時27分に、バンゼッティが、 電気椅子で処刑された。この日、二人が収容されていた、刑務所は彼らの処刑に抗議する群衆の襲撃を恐れて、サーチライトが輝き、機関銃と共に警官隊が警備についた。同じ頃、ボストン市内の留置場には、処刑に抗議した作家のドスパソス、ドロシー・パーカー、女流詩人の EV ・パーカーが留置されていた。有罪判決に対する抗議行動には、 多くの知識人が参加し、アナトール・フランス、アルバート・アインシュタイン、ジョン・デューイなどが支援した。サッコとバンゼッティの二人は、共に、イタリア移民のアナーキストで、第一次世界大戦中は揃って、アメリカの徴兵を拒否している。実際には、警察は明確な物的証拠がないまま二人を検挙し、二人を有罪とする明確な物的証拠は、ほぼない。事件当時の検事は、 偽の目撃者を雇って法廷で証言させたと言われる。さらに、強盗事件の真犯人は誰だか分かっていないし、誰も再捜査をしようとしなかった。また5人のうち他の3人のギャングメンバーも誰だか、不明のまま裁判は終了した。第1次世界大戦後の不景気で、労働紛争が熾烈化していたアメリカでは、社会不安の原因を過激分子になすりつけ、 共産主義に対する憎悪を募らせていた。ボストンでは特にその傾向が強く、裁判では二人の前歴とアナーキストという点が、二人の思想を嫌う裁判長と、陪審員に誤った予断を抱かせ、死刑判決が出されたと言われる。死刑執行の50年後に当たる1977年7月19日、マサチューセッツ州知事のマイケル・デュカキスは、この裁判は、偏見と敵意に基づいた。 五人逮捕並びに冤罪であるとして二人の無実を公表、処刑日にあたる8月23日をサッコとバンゼッティの日と宣言した。なお、アメリカの世論が右傾化するたびに歴史修正主義者から二人は本当に冤罪だったのか、などの異論が出されてきた。ニコラ・サッコに関するカテゴリー、バルトロメオ・バンゼッティに関するカテゴリー、ありがとうございます。